こんばんばは、萩原理久です、えー。たくさんの方に見ていただけてすごく嬉しいです、あのー、本当にたくさんの方に愛されている作品に参加できるというのはすごく嬉しいことですしこんだけ豪華なキャストの皆様と、えー、一緒に現場を共にできて僕自身もたくさん勉強になりましたし、あのー、本当に恵まれているなというのを今日この場に立たせてもらうことでなんかさらに感じることができました。<laughs> なんで違うんです違うんです。顔を見て笑う、まあ？なんで顔を見て笑ったんだろう？ううううの人の顔を見て笑ったそんなそんなことしないですけど <laughs> 工夫で。c ち,ちょっとなんか目が合っちゃって一瞬あれだったんですけどごめんねすいませんごめんなさいでもあの本当に一人でも多くの方に見ていただきたいので、えー、ぜひあの周りの方にたくさん勧めていただけたらいいなと思っております本日はよろしくお願いしますはいありがとうございます、えー、続きましてはシオジの母。 待ち上げたです皆さんありがとうございます、えー、皆様もご覧になられたということでどうでしたでしょうか楽しんでいただけましたでしょうか <laughs> ありがとうございますいや嬉しいですねはい、もうそれに尽きますあの本当に素敵なキャストの皆さんと共演できたことも嬉しいですし、えー、プロフェッショナルなスタッフの皆さんと、えー、作り上げたところも楽しくそして光栄でしたあのこの作品が えー、より多くの方に見ていただいて楽しんでもらえたらと思っております。今日は短い時間ですけれどもよろしくお願いします。えー、今回もうね、あのメガネもかっこよかったし、<laughs> 広島でもよかったし、あそうですか。はい。いかがでしたか現場は楽しめましたですか。いや本当に皆さんがおっしゃる通りめちゃめちゃ楽しくて、うん、目が合っただけで笑われるぐらい、多分いろいろ思い出したんじゃないかなってやっぱ思うぐらい。うん、僕もいろいろ走馬灯のようになんか今 <laughs> ダチョウのこととかいろいろ。うん 思いい出し合いもして本当に楽しかったなと思うんですけどでもなんかそういう話ができていたからなんかこうお芝居の話であったりとかそのこのシーンは原作では実はこういう感じもあったよねとかだからじゃあそれを大切にするためにやっぱり広島編ってかなり長いのでやっぱり描けるところ描けないところってあの皆さん見ていただいたからあの原作ファンの方とかあのお気づきだったりとかもするかもしれないんですけれどもあのそれでもどうにか。 何かそういうのを少しでも入れられたらっていうことをなんか須田くん中心にあのディスカッションがちゃんとできていたそういうなんかチーム感と言いますか本当にありがたかったなと思います、うん。うんうんはい、で今回はあのね大変な目にも遭いましたよね。大変な目にね。蔵の中にね。はい、えー、とそうですね。えー、あれあのシーンはどうだったんですか。苛立ちましたよ。<laughs> 早く探してよって。<laughs> ああ はい、だいぶ待ちましたもんね。えー、だいぶ待ちました。撮影もだいぶいろいろ待ちましたからね。そうす、ね。すみませんでした。<laughs> そうなんですね。実際も、ま、でもその待ち時間のおかげで、ね、皆さんと和気あいあいの空気ができて、ね、とっても楽しかったです。そうなんですか。はい。